スキッドローは、ロサンゼルス市ダウンタウンの中心部にある地区名へ、正式にはセントラルシティイーストと表記される。路上生活者や薬物中毒者が多く、貧困層やマフィアによる殺人、強盗、強姦、薬物売買などの犯罪多発地区である。第9巡回区構想裁判所によると、南北を3番通りと7番通り、東西を アラメダストリートとサウスメインストリートに囲まれた区域が公式なスキットローの境界とされる。有名な観光スポットリトル東京の南側に隣接する。スキットローを含むダウンタウンは、修道110号線の東側、週間高速道路10号線の北側にあたる地域。ダウンタウン西部は、行政機関や超高層ビルが立ち並ぶビジネス街と、 なり、ロサンゼルス現代美術館や、ウォルトディズニーコンサートホールもこの地域にある。ダウンタウン北部には、中華街があり、ダウンタウン中心部にある、ユニオン駅の南西、ロサンゼルス市庁舎の南、リトル東京の南隣に、スキットローは位置する。ZIP コードは9万13、9万14、9万21。スキットローは、ドヤ街、 簡易宿泊街などと訳される。切り出した木材を滑らせて運搬するための枕木が敷き詰められた道をスキットロードと呼び、この単語がそこで働く労働者や生活する街を指す意味合いに転じたものがスキットローである。この名称はロサンゼルス市以外にも参見される。2000年の人口調査によると人口は15,974万人。 住民の人種別内訳は、白人18.6%、アフリカ系アメリカ人34.6%、アジア系15.1%、ヒスパニック及びラティーノ27.9%など。スキッドローは、全米有数の膨大なホームレス人口を抱える地区である。読売新聞によるとその人口は、全米最大とされる。非公式な推計によると、 ホームレス人口はおよそ7000から8000に及ぶ。この地区の歩道には段ボールハウスやテントが並んでいる。2019年現在もスキッドローの路上生活者は増加傾向にあり、テントのエリアは外部に拡大する傾向にある。ありがとうございます。